これから始まるは広島カープ2戦、そして4月は残すはあと3試合。まだ1軍昇格の兆しの評価から何の動きもないですね。で、小園はおるよね、もちろん相手いますね。びっくりした。この前まで1番で使われてたからね。今日の1番阿部になってるんで、もしかしたら小園はもう1軍に呼ばれたのかと思ったんですけど、全然そうじゃないですね。まだどうやらどっちも上がれてないらしい。おそらく誰も上がってないでしょうね。2018年のドラ1位高卒勢は吉田、根尾、藤原、小園、誰一人上がってないと思う。まあ一番最初上がれるとしたらですね、チームの状況的には弱いチームに在籍している根尾とかね、藤原の方が上がりやすくはあると思う。小園はね、逆に上がりづらいでしょうね。まあ田中康介もおるからね。リアルな田中康介はあれやけど、このスタープレイヤーでは能力も高いからそこそこ活躍してると思うんだよね。ほんでフル出場固定だと思うし、その他出番ないからお呼ばれされないんだよね。だから一番上がれづらいのは小園だと思うんだけど。シト手のヒット、いいね。死んで捉えたやつ。まあでもど真ん中へからホームランにしたかった。あーでサイン無視してるからね。打ったけど評価そこまで上がってないな。でもね、ほんとやめろよ、もうそろそろね。真ん中来てるんだから。結果論っつったら結果論ですけどね。真ん中来てなければ打ててなかったとは思うけど、打ったんだから褒めろよ。いつまでバントさすねん。ずっともうこの、なんていうのかな、起用は変えへんつもりかな。おかしいね。相手小園ですよ。今日の試合は小園以上の活躍をしてみせましょう。はい、まず小園の1打席目は、サードゴロでアウト。ネオはサインを無視しながらもしっかりと打ったぞ、小園。それじゃダメじゃないか。打率は2割2分まで今上昇してますね。これでもう連続出塁は7試合連続ですからね。もちろん最長ですよ。これまでこんなことはなかった。2試合続けて出ることもそもそもなかったのね。1試合打ってはその後4タコして、1試合打ってはまた4タコしての繰り返しだったんですけど、それは卒業したな。連続して出られるほどの、パフォーマンスはできている。ここもどうだ、フォアボールじゃないか。コントローラー置いとくわ、矢崎くんだし。ほらもう何もしなくていい、ただ見るだけ。ど素人でも出塁できますね、ピッチャー矢崎ならば。打席に立っとくだけですから。これも行こう。おっ、おー、送球はそれて OK。 あれは中村だったかな、今キャッチャーね。あー、やはりね、中村翔成ということで、今ね、肩力ありますよ。A87 ですから、持ってるポテンシャルはね、それはドライチですから、かなり高いんですけども。まあ、送球が逸れてくれたおかげもあって、それからネオは今季2軍、4個目の盗塁を、決めることができて、それでいて、ポロってる間、3塁に進塁、ダメじゃないか。まだだいぶ時間はかかりそうだね、中村くんはね。1軍デビューはまだまだ先だよ。相沢が FA で出ていってもまだ使われることはないわ。2軍でこんなポロリしとったらね。あらー、強い打球は、ふう、豪快なホームラン。いいな。遊撃手というポジションで相手のホームランを見守るだけになってるからね、このシリーズは。いつか自分も打っていきたい、あんな打球を打ちたい、夢見てます。いつか叶うかな、もしかしたら今日突然叶うかも。ここまではヒットフォアボール、2打席連続出塁中だ。この流れで打てるか。ほらやっぱね、1、2打席目で活躍すると後の打席ホットゾーンが増えるね。なあ、早い。入ってるんだね、それが、あー、君の答えなんだね、審判さん。後でお話ししようか。あれストライクっすか、うん、矢崎パイヤかな、そのやついたんだ。矢崎態度悪いからね、アンチしかいないかなと思ったらね、中には信者もいたんだね。まあ態度悪かったのは加藤時代や、矢崎になってからいいでしょう。ちょっとあの判定は厳しいね。あの判定を今後もされるようであれば、ネオの打率は急降下やな。だって打てるわけないじゃん、あんなとこ。とぼう審判に。打てるか。ネオの体貸したるわ。打ってみろ、打てるもんならね。お前が打つことを証明できたら謝るよ。素直に謝罪しよう。打てなければ今後はボールと言いなさい。イエー、言うように指導したるわ。ミートチン切り替えよう、このタイミングで。
結果フルカウント。これまた三失塁やるんじゃないの、ここでフォアボール選べば。おおおお、個人的には入ってんじゃないのって思ったけどね、こっちの方が。あー、さすがにまあ4個も決めてるということもあるので、牽制ここまで1回もなかったんですよね。その中毎回初球で行ってたんですけど、ここで来たか、そら来るでしょう。なんで来ないと思ったんだよお前。これ今後牽制来るようになったと思うんでね、まあ今のはたまたまかな、どうなのか分かんないけど、いやまあ確実に来るようになってると思うので。ああいうミスはなしやな、一番ダサいわ。盗塁士よりダサいわ、牽制士は。かっこ悪い本当に、まんまと誘い出されたね。結局今日の根は2打数1安打あーで2個のフォアボールで3出塁ですからね。やっべ、どうなの、首脳陣の評価上がって。あー、まだ1軍昇格の兆し、ずっと兆しのまんまじゃないか。その上いけないの、見る、ここ最近これ見てよ、もう黄色だらけじゃないですか。赤より黄色の方が多いっていうね、それだけフォアボールを選んでるってことで、ここまでの2軍の出塁率で見ると3割3分ですからね。打率2割2分4厘に対しての3割3分。例えばこれ打率が3割あれば出塁率4割台という計算になりますからね。まあそのペースで選ぶのであればね、いやそれくらい今出塁率が高いのでフォアボール選んでね、いい数字ではあるけども、ただ打ちたいな、純粋に打つことを目的にしてバットを振り続けているんですけどもね。見るだけのシリーズおもんないわ、それも2軍で1軍で見るのであればね、いいんですけど、2軍の公式記録にもならないもので、お前フォアボール選びまくってどうすんねん。スター性ないね、やってる野球は。あーで、さっき小園がどんな活躍したのか見るの忘れてたな。どうだったんだろうね。まあ3出塁したネオの方が確実にいい活躍と言えるでしょう。ホームランは打ってなかったっぽいんでね。今日は小園一番器用なんだね。右左によって1番入ったり6番になったりっていうのをするのかな。ネオはもうずっと3番固定ですからね。ぶっちゃけ1番で使った方がいいよね、これだけフォアボール選んで出塁率高いんだったらね。一番器用の方がもっと活躍できそうやわ。で今日のピッチャーも薮田くん、このピッチャーも基本もう振りに行かなくていいですね、ただ見とくだけ、棒立ちでいいですよ。ほら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 、見ます、見ます、まだ見ます。はい、もうコントローラー置いてますから僕は、打席に立つ前からね。これで連続出塁はまた伸びました、出塁率も上がりました。第2打席目も同じように見ることだけ、よっぽど甘く来ない限りはもう初球から振りに行くことはないですね。甘いじゃん、真ん中じゃん。ああ、もう真ん中ですからね。デフォルトの真ん中だわ。ミートを動かす必要ないくらいに真ん中だわ。これほら。もうこれスイングするだけ。その作業をしなかった。第1号は幻に終わりそうですね。もう出ないでしょ。いやもう絶対あんな来ないと思ってたわ。大きく外れるボールからどうせ来るんだろうと決めつけてたね。その結果真ん中は見逃し、そして最後に三振。ボールを振りに行く、違うだろタイミングが、真ん中に来たタイミングで振りに行くのが正解だよ、ずれてんだよな。来たー、これは今季よーし、次は逃さへんかった実況4回目の根尾昂のレジェンド物語、ようやく2軍で初のホームランが生まれました。完璧な真ん中の失投でしたね。次は打ちます、待ってました、ありがとう薮田くん。根尾のプロ初ホームランだね、公式記録ではないが、根尾らしくセンターバックスクリーンに運ぶやつ。木製バットになっても依然力はあるからいけるよ、やっぱマシンで捉えればね、打てる力はあったので、これまでは力不足で打てなかったのではなくて、単純にやっぱ芯に当てれてなかったんですよ。当たれば飛ぶんですよ、このようにね。いやー気持ちのいいホームランだった。これね、もう4月の試合ってこれ含めてあと2試合なんですけど、どうでしょうかね、この1本によって最後の最後1軍昇格あるんじゃないか、駆け込み乗車がね。
うわ、今のも甘いな。一試合二ホーマー記録できたよ。でも確実今の一本は自信につながりましたね。すごい今打てそうな感じするわ。まあ、結果小園のとこに飛ばしてアウトになりましたけど、結果はね、今もまだ打てそうな感じする。打席プリーズプリーズ、カモカモカモ。よっしゃ来たね、第5打席目。一本のまんま終わらせねえ。一本打ったら二本打つ、二本打ったら三本打つ、三本打ったらじゃあ四本目ってなるからね。贅沢だよ。何もかもを求める男だ、ピーマン。甘い。また小園のとこ飛ばす。小園と根尾の対決はそら小園が勝つでしょう。相手守備は上手いですからね。ポロったりはしないらしい。最後は三塁手としての守備ですね。まあ、こういう一撃が出たゲームですから、最後までしっかりといいプレーをしていこう。わー、もう打球からしてなんか日本人とは違うね。音がやばいわ。破裂しとったよね、球が。また岡田は打たれたのか。劇場型のクローザーっていうのはランナーは出しても結果を抑えるのが仕事ですからね。岡田で合ってるよね、投げてるピッチャー。何してんの、勝利目前にして。やっぱ岡田ですね。顔はイケメンなんですが、野球の能力の部分ではないな。メヒアにこんな、お前場外だわな。あんな音してんだから、そりゃ場外行くわな。あ、場外じゃないのか。あとちょっとみたいなね。いや、同じホームランでもなんか内容が違ったね。ネオと。ネオはバックスクリーン。相手は逆方向流してあの音して、あそこの飛距離ですからね。ああいうホームランはまだ打てねえわ。最終的に岡田が抑えて、ネオがホームランを打ったゲームは、まあ、チームは勝利ですよ。いい活躍できた。お、この一発、奈良原コーチも喜んでいる。いいですね。まだ変わらないの？てっきりこの一撃でもう上がれるもんだと思ったら、いや、これだからまた人物交流で奈良原コーチに媚び売りですよ。ホームラン打ったゲームでの後、媚び売り媚び売りで、次プレイするゲームが4月最後のゲームということになります。オリックス戦、今回の動画でもこの試合をプレイして終わらせていこうと思うんでね。どうでしょうかね、最後の最後ここで活躍すれば、本当駆け込み乗車でね、4月終わったと同時に1軍昇格もあるかもしれないんでね、頑張りましょう。相手田島、過去2軍で一度対決はしているんですけども、その時は速球に押されて何もやらせてもらえなかった。めっちゃ速いですからね、最速152かな。ただこのピッチャーから打てばあるな、昇格目指そう。行こう、まずは守備機会。今日のピッチャーは山井。これ昨シーズンの成績ですね。2軍では抑えてるでしょう。さあ来い。打球はセカンドゴロだ。はい、アウト。うん、まだ来たね。ツーアウトランナー一塁。打席に入るは杉本。はい、三振。ひでえな。ネオの1打席目はランナーがいない状況です。前回のリベンジを果たすぞ。一発を求めるか。いや、ここはまずは当てに行くバッティングで、ほら。あー、まあでも球速は141か。いや、でも速いね。なんか伸びあるわ。142、いや、なんだろうな、普通のストレートより速いような気がする。ここで146、ばらつきが激しいね。同じストレートでもここまで球速差あったら打つの厄介だよね。シトーン、それを打ったのがさっきじゃないか。1試合のみでとどめるん、あのホームランをね。あれ打ったからもうこれから打ちまくるんちゃうの。また経験値リセットされた？また元通り？嫉妬打ち損自慢ネオアキラとなってんの？そこに戻りたくなかったの。4月最後また戻るんだ。4月初めをそれで迎えて4月終わりもそれか。あかんかん、リセットしないように。サトシじゃねえんだから。ちゃんとこれまでの冒険があったんだからね。戦いがあったんだからしっかりセーブして。そしてそれを次に活かせ。この試合に活かそう。全部忘れんじゃねえ。悲しいだろ。セカンドフライでトゥアウト。さあこの回はもう無失点でいけるかな。山井さん行ってどうぞ。お、最後三振。いいね、アウトローの完璧なやつ。また守備機会か。トゥアウトランナー一塁。まあいいプレーも見せていきたいんでね。打球が飛んできてくれればいいんですけど。弱しいな。うーん、でアウトですね。もうちょっと強い打球打ちましょうよ。
ハードな打球飛んでこない。まあ、しゃねえわな。二軍の選手のミート能力なんてたかが知れてるし、こういう打ち損じばっかやね。第2打席目はまたまたランナーのいないこのシチュエーション。わあ、今日の田島も5奪三振。もう一軍上げろや、お前。こんな二軍に置いとくだけ損やで、オリックスさん。オリックス先発投手はいいからね。もしかしたらこの田島の力でも一軍に上がれないのかもしれない。おーい、ヒット打った！前回のリベンジを果たしてはないね、一本のヒットでは。まだこの結果じゃダメだ。ネオの3打席目。今日はずっとランナーがいないね。まあ、その中また田島との対決。やっぱね、前回のその三振取られた分のリベンジを取るためにはホームランしかないと思うんだよね。しょうもないシングルじゃダメだと思う。一発狙いだ。打ったやん！リセットされとるやん、経験値。いや、まあ、でも今、失投でも早い失投だったからね。あれはノーちゃんやわ。クルカウント。はーい、最後は外れてフォアボール。ということで、今日も選びましたとさ。作業的に選ぶ人、ネオ・アキラ。ゴー！はい、アウトや。作業的に選び、作業的にアウトになる人、ネオ・アキラ。最後の打席は、ワンアウトランナー、一塁二塁の得点圏です。これが4月の最後の打席ですからね、締めの打席。ピッチャーは変わって、今度、絶不調じゃないか。これから打って、最後、駆け込み一軍乗車あるか？ここで打てば確実に評価は上がる。打てば！打てれば。ちゃうろって、なんであれをライトフライにするかな。それも超平凡なやつ。ギリギリでもなければね、かといって前の方でもな、野手ほとんど動いてなかったじゃん。これが4月最後の締めかい。これじゃあ最後駆け込み乗車することはできずに終わるでしょうね。首脳陣の評価上がりましたけども、次の評価に移ることはなく、結局一軍昇格の兆しの評価のまんま最初の1ヶ月を終えて5月突入ということになり、斉藤貴弘記者ですね。これはイベントですね。これはもうちょっと飛ばしていきましょう。一回見てる、何度も見てるんでね。ケン、お前には用ねえんだよ。4月の月間 MVP が発表されました。1軍のね、見ていきましょう。まずはセリーグ投手部門では DeNA ベイスターズの東、野手では山田哲人、パリーグは大竹ですね。ソフトバンクの無援護投手大竹が取った。援護あったんだろうね。で、野手部門では柳田、どちらもソフトバンクホークスが強い。ソフトバンクがどうやらいるらしいですね。まあ、今回プレイするゲームはこれで終了したということなので、いろいろと成績を確認していきたいと思います。まずは1軍のね、セリーグパリーグの順位で見ていくと、中日はリーグ5位、9勝17敗、勝率3割4分6でこういうことで、それ以上に悲惨なのが阪神タイガース、5勝23敗、1割7分9、矢野政権になって1年目の1ヶ月目が終わってのこれですからね。どうした？プロ野球記録作るんか？これだと100敗どころか、お前120敗くらいいくぞ。うわぁ、前代未聞ですね。こんなことなかなかないんじゃないかな。プロ野球の歴史でまずないでしょう。最初の1ヶ月を終えて1割7分9厘という勝率。楽天創設時1年目でももうちょっと勝率は高かったような気がするんでね。なんか伝説を残そうとしてますね。で、このチームには近本がいるんですよ。新人王候補のね。その近本が活躍してたらこんなことにならない。月でたった5勝しか上げられないという事態にはならないと思うんですけどね。続けて新人王候補たちの成績を見ていきましょう。まず投手では、上茶谷ですよね、横浜の。その上茶谷は規定投球回現時点で追ってますね。防御率 4.22、2勝3敗と。まあ、1年目ということを考えれば最初の1ヶ月はそこそこ良かったんじゃない。あと、トコタもそうですね、カープの。これも持ってるんですけども、そのトコタに関しては、チームが強いですから援護があり、防御率5点台に対して2勝を挙げているが、ただ防御率は5点台いいとは言えないね。新人王の大本命である村上宗隆は、規定打席は到達してないんだね。
現在27試合に出場してます。試合はほぼほぼフルで出てはいるんですけども、打席は到達してないらしい、規定はね。その中2割0分3厘でホームランは8本打っている。まあさすがにね、力はありますからね。打点は15打点で、 OPS で見ると8割4分1厘となってるね。普通に打ってますわ。いいんじゃないですか。村上の本領っていうのが最初の1ヶ月は発揮できている。まあこのペースでいけば確実に20は超えるだろうし、場合によっちゃ30、高卒2年目の本塁打記録を作る勢いで打ってると言ってもいいですからね。まあ今のところやはり大本命は村上宗隆じゃない。でもう一人の新人王候補近本で見ていくと、打率は2割2分3厘やはり打ってないか、打ってないからあんなことになるんだよね。本塁打も未だゼロ、デビューから100打席近くもらってて、これはあかんわな。もう少ししっかりしんさいよ。打点に関しても3打点ひでえな。上田でももっと稼ぎそうな感じするけどね。 OPS で見ると5割5分、自慢の盗塁の部分でもたったの3個のみですからね。これはよろしくない。2軍に落ちる日も近いんじゃないかな。今んとこ各種新人王候補たちの成績を確認しましたけども、村上がぶっちぎりですね。村上無双ですわ。あれだけホームラン打って OPS も高いですからね。まあ言うてもでも最初の1ヶ月ですからね、これからどうなるか分かんない。個人の部分でもチームの部分でもね、阪神はここから上げてきて逆転の優勝も、いやないですね、それはないです、それは断言できますが、まあその他いろいろと起こることがあると思うのでね。最後根尾の成績を確認していくと、2軍の最初の1ヶ月を22試合出場して、その中打率2割2分9厘83打数の19安打、ホームランもね4月の終わりの方に1本出てくれましたが、ただ22試合で1本は少し悲しいペースやね。打点5打点、盗塁4個も失敗10個近くありますからね、褒められたものではない。そして今回とにかくフォアボールですよね。選びまくって現在通算14個、22試合に対して14ですからね。もう試合の半分以上で選んでるってことですよ。で出塁率もね3割4分あって、長打率は2割8分9厘、出塁率の方が断然高いという悲しい状況になってますね。まあなかなかいい成績を残せてると言ってもいいんじゃないでしょうか。年間ヒストリーで振り返っていくと、まあ明らか初めの頃より終わりの方ですね、確実に打席の内容というのも良くなっていってるでしょ。ほんとホームラン打つことなんて最初のねもう1週間2週間じゃ考えられなかったんですけど、まあこうやって最後の方に出てくれましたから、アジャストできていってるんでしょうね、プロのレベルに。まあしかしでもね、最初の1ヶ月で上がれなかったので、5月に入ってもまだ2軍、これじゃ村上宗隆があんな活躍してるんだから、たとえ1軍にね出れたとしても新人を取れるかといえば厳しい状況ですけども、戦いはまだまだ続いていきます。次回は5月1日のオリックス戦から始めてですね、また5月の試合も消化していきたいと思いますので、お楽しみにね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググッバイ、また会おう。